こんにちは、オクラです。今日からですね、クロノバースからリリースされるクリプトファイツっていう、ビットコイン SV 上のゲームですね。これのベータテストが、日本時間だと今日から、4日間プレイできるっていうことで、早速やっていこうと思います。僕ちょっと仕事の都合上で、あんまりねがっつりはちょっとプレイできそうにないんで、できればね初日で、ある程度ね、その一通り、やれるとこまでねやっておきたいなと思ってます。でローディング画面が終わって、これいきなりもう、キャラメイクの画面ですね。そこからスタートしていこうと思います。でこれね、キャラメイクはね僕結構悩んだんですよ。ドワーフ、人間と。ドワーフ、人間、ヒューマン、エルフということで、3体ほどね、種族があって、その中から1体を選ぶことになるんですけど、これはね、結構悩んだんですよ。多分ね、僕の予想ですよ、これは。多分、このドワーフっていうのが、いわゆるそのストレングス型、いわゆるそのもうアタッカーですよね。アタッカー補正がかかってて、ヒューマンがバランスが取れてて、エルフがあれあれヒューマンとエルフ、なんだこれ、ストレングスデクスタリティインテリジェンスって、なんか初期パラメータ値みたいなのがヒューマンのエルフ一番低くらいですか、これ。ありっすかこんなの。なんかでも下に書いてるな、インイブジソン。ちょっとちょっと下に書いてるのよくわかんないですけど、キャラメイクはね、僕ずっとね、どのキャラにしようかなって悩んでて、多分ですよ、僕の予想なんですけど、ベータテストっていう、限られた期間でね、プレイする中だったら、多分一番その左側のこのドワーフのストレングス型が多分一番強いんじゃないかなと思うんですよね。それっていうのは、結構スキルもね、スキルツリーのね、画像を見てもらった方はね、わかると思うんですけど、結構ね、幅広くね、カスタマイズできるらしいんですけど、多分そこまでね、いけないと思うんですよ、ベータ期間中だと。で、そうすると、おそらく、その、ガンガン攻撃力が高くて、このストレングスって多分、公式のね説明見た感じだと、その体力とか、耐久値もね上がるみたいなんですよね。攻撃力と耐久値が上がるっていうことで、多分一番強いんですよね、ストレングス型が。そのあんまりね、そのスキルとかねガンガン使えるような状態でなければね。なんで多分ベータ期間中ドワーフがおそらく一番強いんじゃないかなと思ってて、だから逆にドワーフ使いたくないっていう、わかります？この気持ち。なんでドワーフはなしということで、ヒューマンかエルフでドワーフを倒すっていうね、ちょっとねできればあんまりかぶりたくないなと思って、ドワーフばっかりになりそうなんかなと思うんですよね。コミュニティの方ね覗いてみたら、結局このキャラはね、その一つのアカウントでなんか大量に作れるみたいなんですよ、自由にね。なんで、別にそこまでねキャラメイクこだわらなくてもサブキャラをいっぱい作れるみたいなんですけど、やっぱりね一発目のキャラなんでね、せっかくならね、メインキャラとしてね使いたいですよね。で、その中で、人間ヒューマンかエルフで悩んだんですけど、ヒューマンっていうのがおそらくその、能力値パラメーター的には多分平均的な
感じやと思うんですよ。オールラウンダーっていうんですか、まあ、やなんで、まあ、よ悪く言えば中途半端かなと思って、まあ、僕的にはエルフでやろうかなと思ってますね。エルフでドワーフを倒すっていうねまあどうなるか分かりませんけどね、まあ、とりあえずねエルフで、エルフ選択してネクストかな、ああこれでいこうかな。なんだ、あスキントーン、この辺にしとくか。ビードスタイル。ああ、ひげね。ひげなしでいきますか。ちょっとつくんだな、絶対。まあ、ちょびひげでいくか。ちょびひげ出せえか。ちょびひげでいいか。はい。ポートレート。うん？どこが変わってるんだどこが変わってるんだ、なんだこれ、違いがわからねえぞ。ポートレートって何ですかね。全く違いがわかんねえ、全くわかんねえよ。どっか変わってますこれ。デザインっていう話じゃないのかな。なんかスキルっぽいっすよね、絵がね。じゃあなんかかっこよさそうなのあります？わかんないっすからね、スキルもいまいちね。どうしよっかな。このなんか仏像みたいなのしときますか。あ、いや、いや、どうしようかな。なんだこれ、ポートレート。この羽にしときますか。羽、なんかちょっと敏捷性上がりそうじゃない？わかんねえけど。次、ジェンダー。あ、男で。ヘアスタイル。真ん中にしとくか。そこまでね、まあまあベータ期間ですからね、あんまりカスタマイズ性はないですね。どうしよっかな。まあやっぱエルフなんで、エルフっぽい髪の色にしたいっすよね、やっぱ。金髪しとっか。エルフだしな。ああ、この辺ぐらいにしとくか。ちょっと拡大できないのかな。どっちがいいかな、この色と、こっちの色。こっちかな。スキントーン。あ、戻ってきたな。ちょっと金髪が映えるような花の色にしたいっすね。この色にするか。一通り終わったかな。ネクスト。You have 15 points。ストレングス、これなんて読むかな。デクスタリティ。インテリジェンスということで、僕ね、さっきも言ったように多分ストレングス型のドワーフが一番大量に溢れるんじゃねえかなと思うんですよ。で、まあ多分ベータ期間中にドワーフが多分最強になると踏んで、その公式のね、本番の方でのドワーフ率も多分上がると思うんですよ。なんで、まあ、ドワーフキラーのエルフみたいなのを個人的に
ちょっと作りたいなと思ってるんですよ。なんでちょっとあんまりアタッカーっぽいのはあんまり嫌で、敏捷マックスアジリティ型、あれカンストしちゃった、12でストレングス10で、え0ポイントになっちゃったよ。15ポイントとか書いてたのに。あーえピッピッ、あ1個で2ポイント使うんだ。これかな、まあこんな感じかな。ちょっとインテリジェンスは無視していきますか。エルフですけどね、魔法とかね使えたらね面白そうですけどね、まあ、とりあえずまあ、ドワーフ対ドワーフを想定して、なんだろう、耐久のなんか防御貫通系の攻撃とかで、そんなイメージしてます。うん、スピード重視のアタッカーって感じかな。ネクスト、なんだこれ、あーそういうこと、これアイコンのプロフィール画像っていう感じか。これ羽になっちゃった、僕のプロフィール。うん、そういうことね。うん、オクラと、ほらオクラ、あ勝手に大文字になるんだ。これでいきましょうね。おー、音これぐらいでいいっすか。もう一個上げとくか。でまあこれが世界地図らしいんですけど、あ結構上にも行けるんだ。カミングスーンで、バトルポータル、キャラバン、スキルツリー、ホールオブメモリーズという感じです。まあ今んとここれぐらいしか範囲はないですね。うん、いうことでちょっと設定画面見てみるか。セッティング、ムービーボリュームマックス、クリア、画面の色度ですかね。特にないな。バトル、メモリーズ、クエスト、スキル、キャラバン。あ、結局まあこの世界、マップありますけど、この下にも選べるようになってますね。一応なんか僕のあのアイコンのところに今1ってフラグ立ってるんで、メールかな？メールみたいなの来てる。あれ？開けねえぞ。この1ってついてるの何なんだろう。あ、ん？あ、設定か。うん。何も見れねえ。一旦ちょっとじゃあスキル見てみますか。ウォッチャー。インプローブスネークアタック。スキルはね、僕いろいろ見たんですけど、このこっち、このハイド系のスキルツリーを派生させていこうかなと思ってます。フォーカスってあれだよな。なんか命中率とかっすよね。魔法系になってくるのかな。かっこいいな、魔法も。魔法いいっすね。まあ、もうちょっと初期設定ではね、低めでありましたけど。これ取れるのかな、アタックって。一旦ちょっと敏捷性側のハイドを、取得とかできないのかな。取得。ビリングストライク、あこれ全然あれだな、ハイド系のツリー派生させてってもなんか アタック系のやつもありますね。スキルツリー、あこれだな、なんだなんだ、取得みたいなの取れないのこれ。取得、レベル2とか書いてますね。レベル1これ取れるんじゃないの、ハイドって。もう取ってんのかな。キャラバン、ストレングス10、デクザラ、まあ敏捷性12、まあ器用さになるのかな。インテリジェンス、知能、知性7、 HP ポイント10、ダメージ、レジスタンス、ダメージレジスタンス、ダメージボーナス、
イベーション、イベーション、イベーションみたいな。わかんない。言語がね、選べたらよかったですけどね。なんだこれ。いきなり弓なの？あ、選べるのか。トゥーハンドウェポン。ああ、両手使うっていうことね。プラクティスボウ。プラクティススタッフ。ショートソード。ショートソード。ボウ。すいませんね。くしゃみです。ショートソード、ダガー系いいっすよね。ダガー系はね、なんか貫通のね、なんか属性があるとか、公式言うてましたけどね。お、いい音するんじゃん。これ何が違うんだろう、このショートソードとショートソード。片手武器だから二刀流できるってこと、もしかして。ヘビー。プレクションヘビー。アサルトスウィフトヘビー。ちょっとスタッフはなし。とりあえず、ショートソード。お、あ、装備したかな。弓にする、やっぱ。いや待てよ、もう一個装備できそうだな。あ、できるね。ショートソード、ショートソード。おお、かっこよくない？この片手剣を両手で持つっていうね。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。ね、これは服は選択できないのか、持ってないってこと。なるほどね。でスキル見ていきますか。ハイド系、あー、ロックされてますね。まあレベル2とか書いてたんで、あ、いい音するね。ででんででてんということで、まあまあレベル1の、まあ、初期のパラメーターで、結局これあれか、スキルって3つしか装備できないってこと、もしかしてこれが初期段階だからっていうのかわかんないけど、それだったらあれだよな、あんまりがっつり派生させてってもっていう感じっすよね。初期はこれぐらいにしときますか。なんだこれ、右にあるの。はキャラメイク画面に戻ったんだけど。あぶねえ。あ、ここでなんかキャラ複数作れるってことか、キャラ版でね。まあ最初はいいでしょう。どうしますかね。じゃあ、もうバトルポータルしかねえよな。バトルポータル行ってみますか。で、まあ2つはね、確かベータ期間中は、これ、あ、できるんだ。レベル3とレベル5ではオープンされますね。とりあえずじゃあ左のこの1番からやっていきますか。エントリーフィー 0.5 ドル。0.5 ドルっていくらだ ?50 円 ?50 円ですね。で、勝ったらビクトリーリワード。75XP と 0.8 ドル。勝ったら儲かりますね。で、コモン 25%、プア 75%。ああ、そっか。ドロップするんですよね、武器とかがね。ちょっと今確認すると、まあ、ベータ期間中ってことで、コミュニティの方書いてあったんですけど、左上にね、経験値100分の0。で、バランスが、僕50ドル、もうすでに持ってる状態ですね。ありがたい。50ドル分ちょっとね、試したいですね。じゃあ早速ね、バトル。はい。イエス。は？なになになに？トップ画面戻ったんだけど、おかしい操作したかな？ちなみにね、このクリプトファイツ、このトップのね、最初、アプリ起動してすぐのこのローディング、クソ投げっす。クソ投げから。あれー、この馬エルフとか白目向いてますよ。怖いっすね。いやーどうかな。今日ね、とりあえずね、まあ、3時間ぐらい、いや2時間から、まあ2時間から3時間ぐらいをプレイして、まあ動画はちょっと多分30分ぐらいで区切ってっていう感じになると思うんですけど。
で、まず2、30回やって、明日どうかな、まあできても1時間、30分ぐらいかな。あんまりね、ちょっとできそうにないんでね、まあ一通りこんな感じなんですよっていうぐらいはね、やろうと思います。タイムアウト。え？なんだよ。エンター。イエス。ローディング。なんか長そうなんで、マッチングしないんでね。ちょっと、タバコでも吸いながら待っておきますか。すいませんね。長えな。これあれなんかな、そのリアルタイムでマッチングしないとダメなんかな。人いないのかもしれないですね、今もしかして。一応ね、そのベータテストにプレイするのに、なんかコミュニティに参加しとけみたいなあったんですけど、あれね、何だったんだろうな。別にね、参加しなければならないっていうわけではなかったっすね。普通にあの公式ツイッターのアカウントでね、そのアプリはあの配信してたんで、あのコミュニティ何だったんだろう。あれ、マッチングしねえな。一旦戻るか。どうしよう。ちょっとじゃあマッチングするまでカットしますか。エンター。50ドル。ローディング。誰もいねえぞ。一応このクリプトファイツなんですけど、まあ、さっきね、スキルツリーをね、まあ、簡単にね、軽くですけど見ましたよね。僕はちょっとハイド系の特化にしていこうかなと思います。まあ、多分ね、その、まあ、僕 さっき言いましたけど、ドワーフがね、多分今の環境やと一番強いと思うんですよ。なんで対ドワーフ用で、なんだろう、どんだけ火力高くてもハイド系のスキル上げて当たらないみたいなやりたいっすよね。どうっすか。ドワフ脳筋まみれみたいななったらね、面白くないじゃないですか。なんだ、全然エンカウントしねえぞ。誰もやってねえじゃねえか、クリプトファイツ。さっき言ったっけ、コミュニティにはね、一応150人ぐらい参加してたんで、まあ、一応全世界で150人ぐらいはね、いると思うんですけどね。あれ、一回落とすか、ちょっと。確認だけど、別にセーブ画面とかないよな。設定。なさそうっすね。プレイヤーパブリックキー。一回落としますね。すいません。急にエンカウントしちゃったんで、早速、撮影開始してます。ちょっと、すいませんね。ちょっと焦っちゃった。ミルクさんですね。あっちの方が強えじゃねえか、ステータス。なんだ？重いぞ。
とりあえずなんか今右下にね、なんかスキルの画像が出てましたよね。残り5秒みたいな、そんなになってたんで、とりあえず今ハイドのスキルをね選択しました。これなんかな、単性バトルらしいんでね、これ相手待ちかな。あー、ミルクズターンって書いてますね。ミルクさん待ちっすね。今 Waiting for opponent みたいなわかんないですけどね。ちょっと設定画面見ていいかな。あ、ちょっと待っとくか。重っ重っ。え、なに、あ、お互いにハイド使ったってことそういうこと。普通に通常アタックみたいなのできねえの、お互いにハイドこれあー、なるほどね。こ、あ、殴るじゃん2回攻撃するじゃん。ドワーフだな相手。これ この5ターン以内にすぐ選択しないといけないのかな、怖いよねなんかあっちハイドじゃないですね。なんかあっちのアイコンの下になんか出てますね。そのインテリジェンスのアイコンがビョッと出てたんで、インテリジェンス系を使ったんでしょうね。もう一回じゃあ普通常のアタック、上のツリー選択しますね。あ、長押しで見れたな詳細。そんな時間はねえんだがな。あ、うん、え、僕2回攻撃したのに相手の HP まだ2しか減ってないよなんだ相手余裕あるよな、まだ攻撃してこねえんだけど、準備段階ですみたいなまずはバフ系のちょっと長押し、フォーカス弱そうだな。とりあえずなんかハイドのね、なんだ残り93みたいな出てるじゃないですか。とりあえずまあ一回ハイド使ったんで、え、何何だったんだろうとりあえず一回ハイド使ったんで、なんだろうな、あれ 秒数かな、あの間は効果があるみたいな感じですかね。とりあえずハイド使った、初手ハイド使ってアタックアイコン、アタックスキルを連打しときますか。とりあえず、いやでもなんかこれ勝てそうだから、ちょっと、あ、避けたぞ今避けられましたねこの一応この魔法アイコンみたいなのも使ってみたいですね。でも勝ちたいですよね、一発目初戦ですからね。これ相手のドワーフだってストレングス14で HP10、 うわっうわー強え強えあははははは、勝てねえ、なんだったんだよこれ、いきなり差がありすぎるだろう。コンティニュー、コンバットログ、コンバットログって見てみますか。あー履歴がね見れるんだくそー、あー、ハイデンフォー99ターンちょっと待って、あのハイドのスキル99ターン持つの、嘘だろ。まあでもどうなんだろう、お互いのターン数を考慮すると50ターンってことかな。ユーザーアタックヒット15プラス1プラス0で16で、結局そんなダメージ食らわなかったよね。これ僕の、あ、ミルク顔も見れますよね。ハイド、あ、お互いにハイド使ってたんだやっぱ初手で。インテリジェンス使ってどうなったの相手、わかんねえな見てもわかんねえな。ちょっとウォッチリプレイ、ちょっとリプレイ見てみますか。リプレイだとどうなんかな、サクサク動くのかな。あ、動きそうっすね。初手インテリジェンスか。うさ、うらうらっつってうん、インテリジェンス、インテリジェンスだったかな、どうなんだろうインテリジェンスって。
全然攻撃しねえもんね。なんでだろう。つってなんか溜めてるのかな。そのこう軽くアップすんの、もしかして。バリ強えじゃん。いやこれ多分でも初期ステータスの差ですよね、絶対。ちょっとコンティニュー、もう一回しようぜ。くそ、これあのエンカウントしたらあのすぐバトルシーンポンと入ります。えコンティニューってそういうこと。もう一回ちょっと行きましょうね。これちょっとね、とりあえず一回レベル上げて、あのレベル2のスキル解放したいっすよね。